ガッターマン反応とは、有機合成反応の一種で、アルキルベンゼンやフェノール、フェニルエーテルなどの電子豊富な方向感をホルミル化して、アルデヒドを得る手法。反応名は開発者の L ・ギャッターマンにちなむ。ガッターマン合成、ガッターマンホルミル化とも呼ばれる。塩化塩や塩化アルミニウムなどの類似酸存在か、基質に対し塩アン化水素と塩化水素を作用させる。活性種は、 シアン化水素に、ルイス酸と塩化水素が付加した塩化エミドイルで、これが、旧電子的に、方向感を攻撃する。この機構は、フリーデルクラフツアシル化反応のものに似る。反応の最後に、水で、後処理して、下水分解されたアルデヒドを得る。毒性の高いシアン化水素を用いなければならない、欠点があったが、アダムズによりシアン化塩を代替とする改良法が、開発された。 ガッターマン反応の前身となったホルミル化反応は反応剤として一酸化炭素と塩化水素、ルイス酸を触媒とする手法で、これはガッターマンコッホ反応と呼ばれる。気質はアルキルベンゼンに限られ、ガッターマン反応よりも制約が多い。反応活性種は塩化ホルミルのルイス酸不可体である。ありがとうございます。